オリコン1位とかを取った曲はね、最後の方にオリジナル曲歌いますので、ぜひ聴いててもらえたらと思います。で、あの、今、さっきね、あそこの下村楽器で譜面台買ったんですよ。で、開けて、よしと思って、1回目で壊しちゃったんですよ。だからちょっとね、伝えてもらって今戻ってきたので、で、スタッフの子が、あの、フライヤーとかを配るので、ぜひもらってね、インスタとかフォローしてもらえたらなと思います。DM もね、見てるので、インスタだけね、DM とか見てるんで、全部買い切って調べてもらったら出てくると思いますので、ぜひ、フォローしてください。よろしくお願いします。東京からやってきました、カイキと言います。よろしくお願いします。でね、インスタとかさ、見てみてさ、TikTok とかさ、見てみて、なんかこいつ面白いなさそうやなと思ったら、フォローボタン押さなければいいのでね、一旦見てみてください。で、なんかすごそうやなと思ったら、フォローボタン押しといてもらえたらなと、むと思いますので、ぜひ聞いててください。よろしくお願いします。これよく見てや。ぜひね、ライブもらってってや。多分私じゃなくていいね。夜の中に二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日の今日君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれてるのかな。もう顔も見たくない、変に迷惑してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも虫で傷にまた少し返事、声も顔も不器用なと添えてさ。
どうもありがとうございます。僕は怪奇と言います。福岡出身で今東京で音楽活動してます。 MS 武道館ドームツアー出るために大学を見て東京に上京してきました。よろしくお願いします。そう、福島ね、初めて来たんすよ。初めて来てさ、ここ着いた時ね、福島の方ごめんなさい、なんかすごい声、人おるんかと思ったんすよ。いました、ありがとうございます、聞いていただいて。今日初めてって方います？会議のこと知ってた方います？この辺は知ってますよね。ありがとうございます。僕会議と言います。ぜひね、LINE ミュージックとか Apple ミュージックとかで、ね、ランクインした曲とかもありますので、キュウとかにね、なんでぜひ会議って調べてもらえたらね、曲も聴けるのでぜひ聴いててください。今のうちにね、知ってたらね、私この時から知ってるんだって多分1年後ぐらいに 100% 言えるので安心してください。はい、で多分ギュッとなってるところでスタッフの子が写真とか撮っちゃうと思うんで、後頭部きれいにしてギュッと並べてください。どんどん行きましょうか。じゃあ次の曲1番だけ歌います。子供のままでいる、そのような言葉が降りかかる。黙って見てればいいんだ、笑ってそう言ってやれ。人生にはないだって苦痛、平凡でくだらない退屈なんて、ごめんだ現実的な言葉だから、耳を下げリバランドに閉じこもって、いつまでたって夢を語るんだ。綺麗に元に踊り踊らされ、大人の友情的なんてものは丸めて捨てちまえ。ピーターパン症候群と指を支えて欲しがるようなおとぎ話みたいなハッピーエンドを思い描いて生きていくんだ。ありがとうございます。皆さんチラシもらいました？まだもらってないよという方は、ね、この会議って調べたら SNS、インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube、 あとサブスクね、音楽配信サイト Apple Music、LINE Music とか全部出てきますので、よかったら聴いててください。なんか息が切れてます。じゃあゆうりくん歌いますね。お、なんや、なんかあった？え、歌いません。ちょっと後でサビだけちょっと温められるだけ。拳をまた切り締めた怒りのまま、力のまま殺してやるのさ。歪んだ顔が骨バラバラに崩れ落ち、あたりに飛び散る血、本を犯さない方法で自分を殺す方法があるなら、僕を今すぐ殺してみたい。誰かが死んでもね、気をついた。あなたが死んだこと昨日聞かされました。拳に刺さるこの鏡じゃ痛みも足りない。顔めかごめ後ろの正面なのね。どうもありがとう、かごめという曲でした。ありがとうございます。何をとしたか忘れた後に、ちょっと待って、あ、そう、最後にね、オリコンのウィークリーデイリー1位とかやつとか LINE ミュージックの9位に入った曲とかもね、僕のオリジナル曲でね、
あるので、それを最後歌うのでぜひ弾いてってもらえたらねと思います。行こうか、隠れんぼという曲になります。散らかってもゼンマイ部屋は孤独と二人息が詰まる。文句を言いながら片付けてくれた君は出かけたまま、君にもらったタンブラー、自分の女神のイラストも部屋の隅で寂しそうな顔をしてる。君はまた寝て言ったよね、嘘はやめて、遠くにうるさく言ってたでしょ。そんな君が嘘をつくの、僕を一人置いてくなんて間違ってるよ。隠れんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って、もう一回その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしてないで、まだ頼って散らさないで、もういいかい、もういいかい、グッバイ。君の夢何度も僕が見るたびに、また通って言葉をこぼして、一人が決まった夢の中に、部屋に隠れた面影たちは簡単に見つけられるのに。君はさ、隠れるのが上手だね。僕は目つむって膝抱えて、また自分を数え終わっていないのに、のぞきにしてつぶしたから、君はどこかいなくなってしまったのか。じゃんけんで負けて僕が鬼、そんな上手に隠れないで、出てきてよ、もういいだろう、日が沈む。隠れんぼなんかしてないで、この声に答えてよ、もういいかい、もういいよ、聞かせて、どこにいるの。もう一回その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしてないで、まだ頼って散らさないで、もう一回、もう一回。どうもありがとうございます。隠れんぼという曲でした。ありがとう。熱くね、熱くない？みんな長袖とか着そうけど間違ってるよ、季節絶対に。暑くない？本当？俺の暑いのかな？みんな寒がりなんで、ね。